はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、皆様から送ってくださいましたジャーキーをね、このお腹を空かしている猟犬たちに、与えたいと思いますね。じゃあ早速いきますかということで、今回はですね、リンズさん、ですね、いつもありがとうございます。いろんな味のジャーキー送ってみました。みんなどれが好きかな。ちぐさちゃんは1月に会った時から大きくなりましたね。ゆっくり頑張れということで、ありがとうございます。クラファンのですね、オフ会に参加してくださったね、確か僕の記憶が正しければ、間違ったらごめんなさい、僕の記憶が正しければ、うちのね、ヨメムさんと、同居の方だったかと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ早速いっちゃいますかね。たくさん送ってくださっているんですけれどね、じゃ あこれいっちゃいますかね。はい、こちらいっちゃいましょうね。松坂牛でございます。先日ですね、あんまりねこういうの言っちゃうとね、なんつーのこう、まあね、非常に言いづらいんだけどね、まあ品種買うつったらあれなんだけど、まあ視聴者さんにですね、松坂牛送っていただきまして、僕はねもちろんですけれど、はい、家臣、おちぐさんおめでとう、リキ、はい、あ失敗、リキちょっと遠いね、リキ、はい、僕、はい、お上手、よし、あす、ちぐさじゃない、なんだ、アジャだ、はい、あ家臣、はい、アジャ、はい、よし、じゃあ、家臣はねもうやりましたので、はい、ちょっと遠いね、あ僕が遠いのかな、ちょっと遠いのよね、はい、そう、こう挟んどるんよ、大体。おお疲れです。何匹おるんかいる今、ごはい、お疲れです。今誰だったっけ、はい、僕、はい、ちぐさ座れ、あじゃあ家臣がすごい前のめり感がすごい、家臣は食べ過ぎよ、いやもう力に当たりおるて、はい力、はい、僕、よし、ちぐさ、あじゃ、はい、おすごい、あじゃ、はい、おめでとう、家臣の今日すごいね、力、はい、おこうねピンポイントのところでねやらないといけないから大変なんだよね、はい、お今ちょっと高かったけどね、ジャンプ一番でした、あじゃ、はい、あじゃ、はい、いや今のはあじゃ悪いやろ、いや物は親方悪くないですよ、はい、あじゃ、はい、ちゃんと順番守ったらあげるんだから、そうやってね、はい、今カシノ食べましたので力ですね、力、はい、よし、難しい今日、なんか距離感難しいね今日の距離感、よし、はい、ありがとうございますね。言いましたっけ、先日視聴者さんにですね、松坂牛いただきまして、じゃこっち行っちゃいますね、これもリンズさんからいただいた分ですね、うわ初めてだ、これ見て、オーストラリア、あカンガルー、カンガルーってなんか今発音悪かったね、カンガルー、カンガルーのね、肉ですね、マジで、あ、犬用って書いてる、カンガルー、カンガルー、カンガルー、こんな感じですね、あのね肉がね、あの見た目よりもね軽い、あのなんつうんだろ う、 こう見た目もそうですけどレバーのような感じですね、うん、
あの匂いがね、あの堆肥、堆肥みたいな匂いがするぞ。これカンガルーですね。はい。じゃあちょっと家臣、あ、リキ、はい。そんな感じの音よ。そんな感じの音。うん、僕ちゃん分かりました。チグさん座れ。早い。はい、あ、じゃあ、はい。うん、家臣座れ。リキ。もう殺すような目で見るってまた。はい、リキ、はい。ここね、はいはい、難しいよ必死すぎるんよ。あじゃ座れ、あじゃ座れ、はい、あじゃ難しいよ。家臣に取られんように与えるのが難しい。リキはねちょっとね2つくっついてたやつだからね、ちょっと時間かかっちゃうね。うん、あじゃ、はい、うわすごい、あじゃ、はい、うわすごい、あじゃ、はい、今家臣2回行ったもんね。はい、リキ、あ、あ、リキごめん、ちょっとそれ届かんわ。リキ、はい、リキ、はい、ちょっとね家臣とリキがねこりゃ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 、お前たちは普段仲いいやねえか。この家臣が取ったって、リキの、はい、まあ、アジアが強いんか。こりゃ、はい、失礼。今もうね見てなかったけど、何がきっかけ。ちょっとね、家臣とリキやね、アジアの方が強いっていうのが分かった。でもね、あの一言言わさせてもらいます。あの犬同士の喧嘩ね、もうそれは別にいいんだけど、あのイノシシの前でそれをやってくれと。分かりました、分かりました。イノシシの前で、あの神に行きっていうことじゃない、神には行かなくていいんだけど、そのファイトをイノシシの前でやれと。チグザ分かったかって、チグザ座れ、分かったか、分かったならこれを食ってよし、はい、お上手。あじゃあ、まあ分かった、お前のがちょっとあじゃあお前のがね、チグサよりも強いというのが分かった、ね、お前もイノシシの前でやれ、今度箱穴の前でやれ、分かった、分かったら食ってよし、はい、お、アジアが取りました、ね、よし、ちょっと家臣は食べ過ぎですね、はい、リキ座れ、リキ座れ、もう今日の家臣はアグレッシブすぎる、はい、チグサ座れ、アジア、はい、よし、チグザ座れ、下手なんよ、下手、下手なんよ、もう必死なんよ。よし、次家臣いいよ、はい、こりゃもうなんかめんどくさい、なんかもうこうなったらなんかね、もう水族館の飼育員みたいになっとるやん、ほんと。はいはい、ということでね、カンガルーありがとうございます、ね、あ、なんかねちょくちょくね、ちょ話それてしまうんですけど、あのこの間ね、生まれて初めて、僕今年で50になるんですけど、生まれて初めてね松阪牛食べました、はあ、あの視聴者さんから送ってくださったものです。あの僕個人的には買えません、絶対に、はい、すっげえうまかったですね、うん、あのこうなんていうのかな、あのそういったね、あのまあレストランとでも言いますか、まあ鉄板焼きとかっていうどうしてもねイメージがあるんですけど、ああいうところでですね食べると、そのまあタレとかねつけて食べると思うんですけど、僕はね、あのそのままで食べましたね。そのままで食べても美味しい、うん、なんかこうすごく味がしっかりついたね、和牛でございました。ありがとうございます。次こちらですね、熊本県産の馬肉を使ったジャーキーということでね、いっちゃいますね、馬肉でございます。誰で割ったっけ、僕たちで割った気がするけど、いやもういいよそれは、やけどもちょっと家臣からいきましょうね、はい、理解、僕、はい、
どっか入った？ちぐさは座れ。ちぐさ、いや下手くそなんよ。いやちゃんとやるんよ。そう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 、ちゃんとやるんですからね。喧嘩せんでいいんですよね。はい、リキ、はい、リキ、はい、僕、はい、ちぐさ、はい、あ、下手くそ、あ、じゃ、じゃない、ちぐさ、もう下手くそ、家臣食べたので、リキですね、飛んだやつをやりましょうね、飛んだやつを。なんか今日なんかものすごい水族館、ものすごい水族館、僕たちね、はい、僕たち、ものすごい水族館、あんたたち、はい、ものすごい水族館、座れ。あっ、てめえこの野郎、はあ、手上がってこの野郎。ああ、そう、それでいい。家臣はね、今日ね、ものすごい、すごいアグレッシブさがすごい。はい、ありがとうございますね。リンさんね、ジャーキーはね、こちらで、最後でございますね。これは何だろう、こちらですね、鮭ジャーキーということで、北海道産ですね。すごい、なんか北海道産が多いね。たまたまなのかね、それともやっぱり、こういうね、犬用ジャーキー作ってるのが北海道に多いのかね。まあ食産物っていうのね、多いですからね。だからかもしれないんですけれどね、なんか北海道産が多い、そういった気がしますね。こんな感じですね。はい、なんかお弁当に入ってそうな感じですよね。はい、リキ、おお、ちょっとそれぐらいね。はい、僕、ちぐさ、はい、下手くそやな、座れ。まあ、座れじゃないんやけどね。そう、そうなんよ。なんでこういう時に相当言うこと聞くん？もういつもそうしてほしい。はい。はい。リキ。ね、リキじゃないでしょ、あなたは。リキ。はい。はい、僕。ちぐさ、座れ。こういう時でよう言うこと聞くちゃ、ほんと座れて。いや、エア神という意味はいいんよ。家臣にやった後すぐさま力にやりましょうかね。家臣、はい、いや、もうハエは食べんでいいって。家臣はハウじゃないんよ。はい、はい、力、はい、もうこの感じね。このいやいや、もうハエは食わんでいいって。いやいや、違うだけ。いやいや、忙しいって、忙しいって。はい、忙しい、ものすごい忙しい、ものすごい気になっとってハエを。チャンス、今チャンス、ほら、お父さんがおらんうちに食べなさい。あんたたち、お父さんには内緒にしときよっていう、よく会話ありますよね、こういうのね。よし、よし、はい、ということでね、あとこちら最後ですね、Amazon ギフト券いただいております、ありがとうございます。続きましてこちらですね、サッキーさんですね、ありがとうございます。漁期お疲れ様でした。地域は違いますが、よりよりさんも、猟犬たちも本当にありがとうございました。オフシーズンも楽しみにしています。ため池ダイブ見れますようにということで、サッキーさんありがとうございます。サッキーさんからいただいたのはですね、あ、こちらですね、グランデリーおっとっとワンちゃん専用ですね。こういうのね、書いてないとね、食べてしまいそうな感じですね。で、あとさっきさんから送っていただいたのはこちらですね、北海道産のエゾシカを使ったジャーキーということで、あれ、なんかさっきと似てるぞ。そんなことない？あ、ほらほらほら、偶然、これ多分同じとこじゃない？ね、ペティオだもんね。うん、
偶然だわ。こっちはリンズさんね、こっちサッキーさんね、こっちは馬肉で、こっちはエゾシカ。へえ、似たような感じですよね、さっきもね。偶然っていうのもすごいですね。じゃあ行っちゃいますか。かしらものすごく気になっとハエを。はいはいは、いや僕は、あら、もうせんくなった。ものすごく行儀いいやん、あんたも。僕たち、はい、あはい、あ、じゃかしかし、もう下手くそすぎる、あんたは。ほんとからです。家臣はどうしたんだろう。あ、こちら行っちゃいますね。こちら行っちゃいますね。おっとっと。あ、もう本当に完全に完全におっとっとですね。完全に完全におっとっと。これちょっとやりづらいので。歌詞何ですか。はい、おりゃ、はい、もうカオスな状態になっておりますけどもね。あとですね、サッキーさんからこちらいただいてます。サッキーさんからもいただいてますね。Amazon ギフト券です。ありがとうございます。なんかさっきのね、リンズさんとなんか同じような感じですね。たまたまなんだけどびっくりしちゃった。はい、あとはですね、正面に見えておりますのが、ペットボトルの微糖でございます。実はですね、偶然、本当に偶然なんですけど、今日ね、我が家のストックがね切れました。そのタイミングでですね、今日ね、到着しました。どっかから見てます、野良猫さん。今回もですね、野良猫さんから、微糖のコーヒーいただきました。で、実はですね、ゴールデンウィーク、まあ、毎年なんですけれど、ヨメムさんのね、実家に行く予定になっております。まあ、その時にですね、かなりの長時間ドライブになりますので、ペットボトルのコーヒー持って行ってね、車で飲みながら愛知県の方に向かいたいと思いますね。で、今年はですね、特にまあ、なんていうんですか、オフ会とかっていうのは予定はしてません。僕ちょっと結構ね、愛知行ったら行ったで、まあなんか用事があったりとかして、なかなかちょっと難しいので、今回はですね、お見送りさせていただきたいと思いますね。で、何が忙しいかについてはですね、ゴールデンウィーク明けにですね、報告したいと思いますので、それまで、どうぞお待ちくださいませね。あちらね、正面見えてるのが野良猫さんからいただきました。で、こちらもですね、野良猫さんからいただいておりますね。カップヌードルですね。こっちか、ね、はい、ありがとうございます。こちらもですね、ちょうど今切れてまして、大変ありがたいですね。こちらも野良猫さん、メッセージの方が、We will, we will rock you ということでね、クイーンからメッセージからいただいてますね。クイーンさんからもメッセージいただいてます。野良猫さん、いつもありがとうございます。はい、ということで、何ですかその態度は。態度悪いよ、あなた。態度悪いよ。うん、いや、いい、態度、あんただけ態度悪い。はい、ということでいつもありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。